芸部は居心地が良くて楽しい。だけど文芸部のみんなで読む本は今まで読んでいた本とは違って、一気に大人の世界、一気に性の香り。ヨブレットウリ、ハカ、女子が初めての性行為を体験し処女膜を破損すること、あるいは処女喪失の文学的表現。